皆さんこんばんは、岡です。今日のね、ゲーム紹介動画、2本目は、コーチ王者無資金、グレイティトチャンピオンへの道、2ということでね、またお参りかよって言われるんだけど、今日は、えっ、ー、と、もう先にネタバレしちゃうけど、3本目が、グレイテトチャンピオンの道、初代になります。で、2について、あの、自陣から、2って、通信対戦できたよねって言われたんだけど、確か1からできたはず。 で、今度対戦しようって言ったから、あいいねって言って、まあ対戦します。まあ対戦したところをね、動画に撮ったりとか多分できないと思うので、撮れたら撮ります。多分撮らないと思うけど。で、2の方が面白いよねって言ってたから、俺は初代派なんだけどなって言ったら、いや、2派だよとか言って、ちょっと、あの、なんだか楽しい功労になりました。悪い功労じゃないよ。喧嘩したとかじゃなくて、いやいやいや、2だよ。いやいやいや、初代だよみたいな感じで。いや、寝るはかすでしょ。いやいや、ジョニーだよ。みたいなね。 <laughs> いや、ブラック博士も入れてあげてって思ったんだけど、どっちかっていうと、ツーの方がブラック博士で活躍してる気がするでも。ワンの時はブラック博士のさ、あの、なんか、生い立ちみたいなのが見えるんだよね。そこが俺好きなんだよ。ブラック博士が、あの、虫キングを作ったっていう話ね。うん。まあ、ブラック博士こそ、ここ,こと上村さん上村博士さん。カブトクワガタのね、開発に携わってくれたということでね。うん。他のゲームの名前出しちゃったけど、 カフェとか型のすごいところっては虫キングの開発者がね、含まれてる方ってのがすごいんだよね。うん。まあいいや。ちょっと話が長くなりそうだから。てなわけでね、まあ2も1もね、おすすめなので、よかったら見てください。で、この後ね、1の方も紹介、動画出します。うん。まあ、個人的には初代の方が好きだなっていうんだけど、まあ人それぞれだと思います。うん。まあどっちらもね、楽しくて、いいところのあるゲーム、それぞれがね、良いところがあるので、 よかったら遊んでみてください。まあ、遊んでみてくださいって言っても、持ってる人少ないと思うんだけど、まあ、どっかお店とかに見かけてね、安かったら買ってみてもいいかなと思います。それでは、聞いてくれてありがとう。